鶏肉とブロッコリー、鶏胸肉ブロッコリーばかり最近辛くなってきました。それ以外の、それ以外でおすすめの、まあ、原料食というかクリーンの食事ね。ステーキとか魚、えー。で、俺は、あの、原料というとこだと、まあ、疑問、そう、どうなのという、鶏もも肉もね、皮さえちゃんと取ってればそれほど、 まあ若干、あの、胸肉に比べると、脂質は高くなるけれども、俺は、あの、食べられないというか、もう胸肉の料理、調理量上がってればいいんだよ。あのね、美味しく作る、まあ。エアフライヤーであるとか、あとは、その、お湯でね、ボイルする感じで、えー、刺身のようにね、鶏の胸肉が食べられる時もあるんだけど、それができないと。やり方わかん、わからん、めんどくさいという人は、 もも肉の皮をはいで使っても俺はまあいいと思うというかその人の新じた史にもよると思うんだけどもあとは魚系赤身系とかねそのあたりで回していくかで俺もまあ今考えると現役時代はそうに食べてたわけだけれどもやっぱり最終的にそのいかにこうおいしく食べるかで調理法にいったかなぜひともチャンネル登録よろしくお願いしますそれでは今日も良い一日を。